家臣の称号を持つジャッキー・チューン、香港ポップスは、関東語における大衆音楽を示すが、講義的には香港で発表されている大衆音楽である。英語では、キャントポップと呼ばれることがある。1960年代以前、演奏される場所としての酒屋や演奏会などでは、英語や北京語などが推奨された。当時、ソ・ミコトニアや、ハジムアイレン、 対進村ン等の歌手が英語で流行曲を歌っていた。上流社会の欧米人が中心となっており、当時歌人は社会的な地位が低かったので、経済的に余裕のある裕福層にしか縁のないものであった。香港ポップスがメディアに登場したのは1960年代の香港映画が発祥で、 香港映画が流通していた東南アジアにも強く影響を与え、映画のテーマ曲や挿入歌を歌った著名な人物としては、丹平文や東ヨ理人、ン、低訓面などがいる。その後、1970年代には、レンゲラクタイのもと、カンムリケツがスターになり、1980年代には、タ丹リンや彫刻栄など、ロックバンドではビヨンドが活躍した。 1980年代から1990年代には J-POP のカバーブームがあった。1990年代は黎明、各不条、劉伊佐岡、蝶学友の四大天皇による河川状態が続き、市場が比較的狭い香港では新人が彼らを上回ることは困難であった。2000年頃には香港に進出した小室哲也がサポートする セレーナやゾーイがデビューしたが、小室サウンドは、香港では、商業的に成功しなかった。以前では、香港での流行曲は、関東語が中心であったが、香港が返還される1997年前後から、北京語による曲が増え、近年では、大陸市場を意識し、北京語のみで歌う香港系アーティストも増えてきている。 関東語のスタジオアルバム。日本語のスタジオアルバム。日本語のシングル。日本語のシングル。関東語のスタジオアルバム。関東語のスタジオアルバム。英語のスタジオアルバム。関東語のスタジオアルバム。関東語のスタジオアルバム。日本語のシングル。関東語のベストアルバム。北京語のベストアルバム。関東語のスタジオアルバム。北京語のスタジオアルバム。ビデオアルバム。 アドバンストコンカード香港ビンテージポップラジオハットキャントポップマンデイポップインプレポストコロウニル香港 J スターありがとうございます